さてアフターテラちゃんのお時間です今朝は経済評論家常年司さんです常年さんよろしくお願いいたします <laughs> またまたええなんかこうチャップリンの時代のようにね弁士かなんかが出なきゃああそっちじゃない<ー><ー>そっちの声が絞り出されてしまった <laughs> <laughs> そろそろ人間でいるのが限界にギリギリですギ、ね、ギリギリです早くやってください,ださい俺が人間でいるうちに早くやってください,てださ,いさて埼玉県の県営公園で開催予定でした <laughs> 水着の撮影会が開催直前に中止となった問題昨日大野元博ですね埼玉県知事が中止の撤回を発表しました大野知事県営公園での水着撮影会が中止となった件について公園緑地協会に説明を求めたところ <laughs> 中が発表された白子鳩公園では、撮影会利用予定の事業者が去年12月の基準策定後に開催したイベントで違反があったという指摘が政治団体からあったということについて、詳細許可条件提示後に開催されたイベントでの違反が確認されなかったという報告を受け、中止要請を撤回、そして同じく水着撮影会の開催が予定されていた川越水上公 公園についてはそもそもそういった公園利用のルール自体がなかったということでそこの公園に政治団体が他の施設の条件を当てはめイベントを中止させたということが発覚しましたまあ、それで、えー、中止要請を撤回すべき旨を指導したといいます、えー、中止要請の撤回このする判断よりも、まあ、中止決 に至った経緯がずさんだったという指摘があるんですが、常ョさんこういうことなんですね。政治的な圧力以外の何もでもないじゃないですか。はい。政治的な圧力によって表現の自由が歪められたということで、これはもう表現の不自由点ということですね。津田大輔さんお元気ですか。懐かしい表現、懐かしい今言葉が出ましたけど。政治的な圧力ですよ。はい。ただね津田さんのイベントのとの違いは何かというと、津田さんのイベントはある意味あの献金が入ってたんですよね。はい。まあやけのお金。ええ。行ってみれば献金中中スキン という,ふうに、ね、揶揄する方もいるんですけれども、えー、津田さんの公のお金が入っていたと公共施設でなおかつ公のお金も入っていて、はい、補助金の,、まあえー、その配布する、ね、条件 これをなんか嘘ついてね満たしたかのようにね騙したんじゃないかみたいな意見まであってでその後ほらあり方検討委員会とかでもこれはもう津田川の説明が明らかに不十分だっていうことで断罪されてますよ、ねはい全然だから状況が違うので表現の不十分と一緒にですねこれを並べて議論されてる方公金が入ってるか入ってないか私的なイベントだし、はいね、クローズドでかつ、ねえー、公的な施設でやれたってとこまでは同じだけど公、ええ、金入ってねえから水着の撮影会には、ええ、そこ違うんでっていうことをねちょっと言っときたいんですけどね。はい 経営プールはですね指定管理者である埼玉県へ 埼玉県公園緑地協会が管理運営されているもので、えー、撮影会のこの開催許可もですね協会が行っていましたで、埼玉県の公園緑地協会は主催者に対し過激な露出の水着やポーズを禁止することを条件に許可したということなんですが、まあ、これに日本共産党埼玉県議会が食いついて明らかに性の商品化を目的とした工業だと指摘、えー、都,市都市公園 法の第1条の都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。まあ、これにふさわしくないと主張し、中止を求めたということのようです。で、この講義を受けて、埼玉県公園緑地協会は水着撮影へのプールの貸し出しをすぐに禁止し、開催が差し迫っていた。6月10日の川越水上。公園

近代麻雀水着祭も先週金曜日の夜6時に中止が発表されていました、まあ、この中止の経緯を見ますと共産党の抗議を受けてあまり事情を理解せずすぐに中止を決定したという、まあ、こういう感じにも取れるわけなんですがジョーナさんこのあたりいかがですか行政が歪められた 行政が歪められましたよこれ共産党によって共産党の政治的な圧力によって行政が歪められたということをぜひマスコミの皆さんね、はい、大騒ぎしてほしいなと、えー、思うんですよね、はい、もう本当迷惑をこむったですねこの近代麻雀さんかわいそうと思いますよね,ねどっかでできないですかねうちの自治体でできますよみたいなことで人ね、はい、出てこねえから出てこいやって感じですけどねえ。ですからこの10日のねこの川越水上公園もそうだし、えーえー、11日の大プール撮影会もです まあだからあとこういうところは迷惑こう思ったってほとです,ね本当ですよねええー、どっかできないですかね他のね横浜のプールとかなんかどっかないのあとはこの損害はどこがす、ね、本当ですよねえ埼玉県のまあ外郭団体ですか埼玉県が賠償してくれるのかみたいな問題ですよね今回中止要請の撤回を表明した大野知事ですが今後の水着撮影会の開催のあり方などについては意見も募りながら専門家を交えた検討を 教会に依頼しましたと説明していますまともと埼玉県にあります川越水上公園あと白小畑水上公園そして数ゾ花咲水上公園は人気グラビアアイドルあとコスプレイヤーが多数参加する大規模なプール撮影会の会場として頻繁に使われてきたことでも知られている公園だったそうですで今回この共産党のクレームで今後水着撮影会で使いづらくなりそうな雰囲気も漂っている いるとうね、無視したらいいんですよノイジー <laughs> マイノリティですから、はい、政治圧力に屈してはいいけないでですすよね、はい、<laughs> 本当ですよ、えー、やつらの言葉を借りるならね、はい、政治圧力でこんな行政を歪めてねとんでもない話だとむしろもうあのいっぱい使ったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。でまあこういった事態に悲鳴を上げているのが先ほども少し触れましたけれども突然ですね仕事を奪われる格好となったグラビアアイドルの皆さんえ人気グラドルのえ森崎智美さんがグラビアは性の の商品化と言われるのが残念だなとツイートしたほか他のグラビアアイドルたちからも私たちグラビアのお仕事が奪われてくえお仕事奪わないでくれとか私た私にとってプール撮影会は何よりの楽しみなのにといった声が多くツイートされていたと言いますまたわざわざ女性のとつけるのはなぜえ男性の水着撮影会なら何も言わなかったんだろうなってところが透けて見えるとまあ、こういうふうに怒る このグラビアアイドルもいたようです。まあ確かに普段多様性を謳っている共産党がまあこういった形での抗議をすることに矛盾を感じる部分もあるというまあこんな指摘もあるんですがね。あの例えばほら LGBT のレインボーパレードでしたっけ？あ,はい、あの男性の方で結構過激な格好して歩いてる方いるけどあそこには全然共産党は性の商品かとか言わないですよね。えー、で女性狙い撃ちしてこういうこと言いますよね。はい、何なんですかね？女性蔑視なんですかね？共産党はね。えー、そういう,ふうに言われても仕方ないですよ。こういう偏ったことやってるとね。うんはい、LGBT のアイパレード って、過激な格好してるも、パンツ一丁とかで歩いてるような、ね、芸の方いらっしゃるじゃないですか。はいええ、あれ、なんで注意しないですか、共産党、おかしいですよね。ええええ、ね、あ、それを、この水着を注意するなら、あれも注意しようと思い僕、別にあれ注意する気もないから、水着も注意する気ないですけど。はい、共産党は水着注意するんだったら、あれも注意した方がおかしいじゃないですか。街中、堂々とパンツ一丁で歩いてるんですよ。ええ、問題ないんですかと。うん、しかも、際どいパンツ履いてますよね。はい、いい。んですかと。いうふうに思いますよね。ええ、はい。えー、ただ、共産党もですね、イベント主催者が、公演ルールの、この利用基準違反をした、などという。嘘。 嘘の指摘までしてえ中止を要請するというのも、まあ、いかがなものかというこういうこの嘘の指摘、もうまさにこれデマですよね、彼らがデマですとか言ってね、はい、よく人のこと言うんですけど、まさにデマを使ってですね、公演協会を、まあえー、混乱に陥れてですねで、行政を歪めたということで、もうこれ本当とんでもない話だなと、はい、もう責任取れと、まず説明責任を、えーまあ、要求されます、はい、透明性ですよね、この件に関してどのような意思決定がなされたのかと。はい、共産党のそのそまあ 埼玉委員会並びにですね中央委員会はこの件把握していたのかと誰が責任者なんだということねえ、究極的には C さんなんですけれどもちゃんとこれあの説明責任果たさないとね。 透明性がこれ必要かなと思いますね、はいえー、で共産党が求めた中止の理由について法的な観点からも議論が起きているようである弁護士がツイッターで都市公園法第1条に反するという理由で貸し出しを禁止するよう県に申し入れをしたようだがこれは同法1条の解釈適用を間違った違法な申し入れだと考えられる不法行為の疑いもある権力者の暴走だろうとツイートすると 他の弁護士からもその論法でいけば下手すりゃメーデーとか赤旗祭りだってダメにされかねないですよと指摘をされていたということなんですねまあ、そのあたり共産党の都市公園法第1条の理解解釈というのがまあどうなのかというところもあります、まあ、この都市公園法第1条これは都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて都市公園の健全な発達を図り え持って公共の福祉の増進に資することを目的とする、まあ、こういう文言が並んでるんで、ね、まあこれ、理念規定ってやつですよね、はい、いわゆるね、ええ、公共の福祉の増進に資するって具体的に何っていうの分かんないし、はいねえー、都市公園の健全な発展っていうのも具体的にはなんだかよく分からないと、ええ、でこれ、いくらでもだから、まあ、そのなんていう恣意的に解釈ができるわけで、はい、例えばメーデーとか赤旗まつりね、まあ、特に赤旗まつりは、うん、特定の思想、心情を持った人たちが集まる会であるから、うん、こんなものは都市の健全な発展となん<う>何の関係もないし、 公共の福祉どころか、特定の,その政治思想を持った団体だけのためのねこれ祭りでしょと、これも都市系都市公園のね設置理念に反するから、全部禁止だということで、要はその権力者側がですねいくらでもこれを解釈して、国民の集会結社並びに表現の自由を制限できると、そういう洗礼を作ってしまったのが今回の共産党なんですよ、つまりこの人民を抑圧する側に回ったと。 ね、スターリニストとしての本性が出てしまったのではないかみたいな重大事案なんですよ。はい、これ審さんめっちゃ説明しないと「えスターリン路線に戻るんですか共産党は」みたいな、ね、疑惑が深まってしまうわけですから、えー、ぜひこれ説明ししてほいいなと思いますよね大野知事は今回の件で埼玉県公園緑地協会として特定の政治団体等の意見に左右された事実はございませんというコメントえツイッターには書き加えられているということのようなんですが、まあ、このコメントあえ て乗せるということは逆に共産党の意見に左右されて中止判断したと言って ているようにも、まあ、捉えられなくもないぞというねと、まあ、いうかもうそうでしょう間違いなくはい。違うんですかとでちなみにですね埼玉県知事選が7月20日木曜日告示8月6日日曜日に投開票されるということです、まあ、こういったことが今回の政治的な判断に影響しているなんてことはあるんですかね私が大野知事だったら、はい、共産党からの推薦 並びにですね公認はお断りしまもう今回私の支持者から共産党は抜けリード来なくていいみたいな県民のための知事ですからみたいなことをやって大パフォーマンスして圧勝しますねはあ。らこの人相乗り候補なんですもんね別に共産党なくても勝てると思うんで一応ちょっとセーフティーのために共産党抜きを俺ならやりますけどねどうすでしょうねそこまで露骨にやるかどうか大野さん分かんないですけどいずれにしても7月20日告示そうですね埼玉県知事 自民党が独自候補立てないとなると、維新が立ててくるかもしれませんね、<ー>だからそういう慣れ合いやっちゃだめなんですよ、だから、な<ー>れ合いやるから、こういうこと起こるん以上、アフターテラちゃんでしたジョネさんありがとうございました。